スーパーマーケットの店内スーパーマーケットの店内スーパーマーケットは高頻度に消費される食料品や日用品などをセルフサービスで短時間に購入できるようにした小売業態である。スーパーマーケットの名称は英語で市場を意味するマーケットに超えるという意味のスーパーを合成し伝統的な市場を超えるほどの商店の意で作られた造語であるが、スーパーマーケットの事業が拡大するうちに一つの名詞となった。特定の品目を専門的に扱うのではなく、幅広い品目の商品を取り揃えることが通例であり、競技では食料品や日用品販売主体の店舗を指すが、日本では総合スーパー、食品スーパー、医療スーパーというように、セルフサービスの総合店を指している場合が多い。日本で、この業態が誕生した時期には SSDDS やセルフデパートと呼ばれたりもしていた。1941年頃のスーパーマーケット1910年代、米国の小売業をリードしていたのは、グロサリーストアのチェーンであるザ・グレート・アトランティック&パシフィック・ティー・カンパニーで、A&P はエコノミーストアという販売形態で他店、展開していた。エコノミーストアの販売形態では、来店した客はカウンター越しに店員に注文し、店員が棚や倉庫から商品を取り出して、代金と引き換えに商品を渡す方式であった。このような販売形態は高級宝石店などに見られる方式であるが、当時は食品販売でも一般的であった。食品や商品は消費者が購入するサイズにまで分けて、包装されていないものも多く、その場合は、客の注文に応じて店員が切り分けて包装する必要があるなど、労働力への依存が大きい販売形態であった。そこで新たな販売形態として、売り場のセルフサービスが出現した。セルフサービスの起源は、1916年に、米国の起業家、クラレンス・サンダースが、テネシー州メンフィスにオープンした、食品や日用品を販売する、グロサリーストア。Piggly Wigglyとされている。彼は1916年にテネシー州メンフィスに1号店をオープンした。クラレンス・サンダースのセルフサービスは来店した客を直接倉庫に入れて自ら商品を手に取って選べるようにし、集中レジで生産するという販売形態であり、彼は店内に導入したアイデアについて多数の特許を取得した。セルフサービスはもともと店舗側の省力化のための方法であったが、顧客が自ら商品を手にすることができるため、客の好奇心を刺激するシステムでもあった。サンダースの店は大成功しフランチャイズ展開を始めた。A&P もカナダとアメリカ合衆国で同様の方式で成功を収め、1920年代には北米全体でよく知られるようになった。初期の食料雑貨店は肉や野菜を販売していなかったが、生鮮食品も販売する食料雑貨店が1920年代頃生まれた。現代的なスーパーマーケットの創始者は、クローガーの従業員だったマイケル・J・カレンとされている。スミソニアン博物館などの資料によれば、アメリカでの現代的なスーパーマーケットと呼ばれる形態は、マイケル・J・カレンが1930年8月4日にニューヨーク・クイーンズ区のジャマイカ地区にある6000平方フィートの空きガレージで始めた店が最初であるとしている。このキング・カレンは高く積み上げ安く売るをスローガンとして経営し、中心街から数ブロック離れた大型倉庫を店舗として広い駐車場を用意し、過去に見られないほど低価格での商品販売が行われるようになった。1936年にカレンが亡くなった時、キングカレンは17店が営業していた。1930年代にはクローガーやセーフウェイといった既存の食料雑貨チェーンもあり、当初はカレンのアイデアに抵抗していたが、世界恐慌で景気が落ち込み消費者が低価格志向になっていたため、結局それらのチェーンもスーパーマーケット方式に転換せざるを得なくなった。1937年にはキャスター付きショッピングカートが開発され、来店客はさらに多くの買い物をするようになった。第二次世界大戦後には郊外の宅地開発が進むにつれてアメリカやカナダではスーパーマーケットがさらに広まっていった。北米のスーパーマーケットの多くは郊外のショッピングセンターでにおける各店舗として建設された。スーパーマーケットのチェーンの多くは地域的なものが多く、全国的なブランドではない。クローガーはその中でもアメリカ全土で知られているが、傘下には多数の地域ブランドを抱えている。カナダではラブロやソビスが全国的ブランドとして知られているが、運営している店舗は様々な地域ブランド名である。1950年代にはスーパーマーケットは顧客への特典としてしばしばトレーディングスタンプを発行するようになった。最近では各店専用のメンバーシップカードやクラブカードを発行したり、ポイントサービスを実施したりしている。一般に支払い時にカードをスキャンすると、カード所有者が特定商品について会員割引を受けられるという形態のものが多い。また、モータリゼーションによって自家用車で買い物に行くという文化が生まれ、駐車場を備えた大規模スーパーマーケットが確立した。こうして商品の大量陳列と値引きによる薄利多売を実現し、チェーン展開による多数出店を進めたスーパーマーケットは次第に流通業の中で影響力が大きくなり、これまでメーカーや問屋が握っていた価格決定権に強い発言力を持つ存在となった。1970年代にはPOSシステムが導入され、レジは手打ち式に代わってバーコードスキャン式が普及した。1996年には売り場だけでなく生産もセルフサービスで行う完全自動セルフレジが登場した。従来型のスーパーマーケットはウォルマート、イギリスのアズダ、カナダのゼラーズのようなディスカウントストアと激しい競争を展開している。これらの店舗は一般に労働組合がなく、さらに低価格で販売している。さらにコストコのような会員制倉庫型小売業が登場し、大量販売で低価格を実現している。ウォルマートやアズダが運営しているスーパーセンターは食料品も含めた豊富な品揃えを誇っている。世界的にこれらの大規模な店舗形態が増えるに従い、小規模な近所の生鮮食品、雑貨店や旧来の商店街などが減少する傾向が続いている。結果として自動車への依存が強まり、交通量の増大と大気汚染につながることになる。また、この状態で大型店舗が不採算などにより撤退すると、買い物難民と呼ばれる人々が発生し、特に自家用車などのパーソナルな交通手段を持たない、利用できない交通弱者にとっては大きな問題となる。1960年代のスーパーマーケット。当時の店員は白衣を着ていることが多かった名称として、スーパーマーケットという言葉が日本に流入したのは、1952年に京阪電気鉄道の流通部門が大阪の旧京橋駅に展開した店、京阪スーパーマーケットが最初で、セルフサービスのスーパーマーケット業態が導入されたのは、翌1953年に紀伊國屋が東京都港区赤坂青山北町6丁目の神宮前駅資金でオープンした店が日本初である。日本の場合、売り場面積300平方メートル程度から3000平方メートル以上までいくつかの系統付けられたタイプがある。大規模なものでは、1店舗で食料品や日用品といった消費財から衣料品、家電までの耐久消費財までも扱う総合スーパー、ゼネラルマーチャンダイズストアが主に市街中心地に多く出店されたが、最近では食料品や日用品までを扱うスーパーマーケットが郊外へ多数の店舗が集約されたショッピングセンターに出店する場合が多い。また、規制緩和により1990年代後半より、タバコ、種類などの免許品の取り扱い、長時間営業、売り場面積の大型化、新規出店の増加が進んでいる。なお、1979年から全国に先駆けて、福岡県の地元スーパーマーケット、丸和が24時間営業を始めている。1964年東京オリンピック終了後、中小企業が中心であったスーパーマーケット業界は、資金繰りに苦しみ続々倒産を余儀なくされた。当時その様子は、スーッと出て、パーッと消えるから、スーパーと揶揄された。日医はこの危機を取引先の増資引受と銀行の協力で回避した当時の成功例である。1996年からダイエーが日本のスーパー業界で初めて全国規模で元日営業を開始。その後大手スーパーを中心に他社でも元日営業が行われるようになった。日本のチェーンストア業界では構成比が 50% 以上の部門の名前を頭につけて分類する。食料品の売上構成比が 70% 以上あるものであり、スーパーマーケットの中で店舗数が最も多い。住宅街の近くを基本に立地し、来店頻度は1週間に 2.3 回が想定されている。生鮮食品の扱いを主力として日常生活を支えることを目標に、売り場にある商品だけで1週間生活できるような品揃えを行うものとされている。もとより薄利多売型の同種業態の中でも、特に競合店との安売り競争の激しい業態である。2000年代以降は生鮮食品を含む食料品に特化しての長時間営業をするものが増えている。郊外型の大規模な店舗はスーパーマーケットとも呼ばれ、インストアベーカリー、惣菜の調理場、店内飲食スペースなどを備え、最終加熱をするだけの食品の販売や、サラダバーなどのミールソリューションを行うようになってきている。このような店舗では、一般では入手しにくい食材も取り揃えることで、1980年代以降に、大規模小売店舗立地法の規制売り場面積の以下の小型の店舗では、出店規制の厳しい都市部や住宅街の多い地域に深く根付いていることもあって、一定の繁栄を見せている。その一方で、経営体力的に価格競争も難しく、コンビニエンスストアとあまり明確な違いを打ち出しがたい部分もある。若者層や高齢者宅では、生鮮食品を買わず出来合いの弁当や惣菜で済ませる昼食が増え、より立地条件の良いコンビニエンスストアとの競合も起きている。ミニスーパー2000年代半ば以降、首都圏生活者の居住地の都心中心部への回帰や、人口全体における高齢化に伴い大規模な立地や物件確保が難しい都心をはじめとした都市部でコンビニ程度の店舗面積のスーパーが増え続けており、ミニスーパーと呼ばれている。消費者側には店舗がコンビニのように自宅近辺にありながら商品価格がコンビニのように高くないこと、売れ筋の商品中心とはなるものの一般のスーパーに準ずる品揃えがあること、等の利点があり、店舗側としては、出店のしやすさや、少ない初期投資や、人件費で上記の都市生活者を顧客にできる利点があるため、店舗数、売上高ともに増え続けている。都市生活者の生活習慣に合わせ、深夜まで営業している店舗も多い。店舗面積の制約上、厨房を持たない店舗が多く、肉、魚、弁当、惣菜類は、工場から配送される場合がほとんどである。主なチェーンに、全日食チェーン、マイバスケット、ミニピアゴ等がある。商品の大部分を衣料品で占め、その売上構成比が 70% 以上あるものである。もともとは衣類販売店等が大型化の過程でこのような業態に行き着くが、売り場面積を大きくして総合スーパーマーケットになっていったものが多い。構成比が 70% 以上の部門がなく、3つ以上の部門にわたって品揃えしているものであり、日本型スーパーストアや疑似百貨店とも呼ばれたことがあった。また、米国のシアーズ、JC ペニーなどが GMS、ゼネラルマーチャンダイズストア。M はマーケティングではないと呼ばれていることから、同様の名で呼ばれることもあるが、米国の場合は食品を扱わないので、日本のものとは異なる。なお、総合スーパーマーケットと表記される例は稀で、多くの場合、総合スーパーが用いられる。日本で初めてこの業態を取り営業を始めたのは、福岡市のユニードだとされる。複層の建物を用い、店舗面積は広い。扱う商品が幅広く、日々の買い物というよりも、週末などに大きな買い物やまとめ買いをするために、賑わう形態の店舗である。1990年代以前には、郊外型大型店が多く見られ、飲食店など一部テナントを入れている場合も多い。1990年代以降、スーパーマーケット業界を牽引してきたダイエーが、業績悪化し始め、総合スーパーは凋落してゆく。主たる背景として、一つの分野に特化した、専門店の台頭や、何でも扱っているが、ゆえの品揃えの薄さなどが挙げられる。コミュニティショッピングセンターの各店舗となる、スーパーセンターや、リージョナルショッピングセンターの各店舗となるファッションのトータルコーディネートを提案するゼネラルマーチャンダイズストアへの転換を目指す動きがある。インターネットで注文を受け付けて、主に総合スーパーの店舗からその商圏の消費者に向けて即日配達するという商形態が始まっている。SSDDS は英語でセルフサービススーパーディスカウントデパートメントストアの略で、直訳すると、セルフサービスによる割引料金の百貨店になる。また略して、セルフデパートと呼ばれたりしていた。これまでの百貨店並みの品揃えで、かつセルフサービスを採用して、安売りを行っていた。SSDDS は、流通用語でもある。両語とも、スーパーマーケットの用語が一般化する前の1960年代頃、使われた用語である。一例として、大英三宮第一店が開店当初名乗っていた。ありがとうございます。